仙台宮城インターチェンジは宮城県仙台市青葉区にある東北自動車道のインターチェンジである。仙台市都心部や佐久並温泉などへの最寄りの IC で1975年に供用を開始した。下り線の出入り口のランプウェイは立体交差になっている。1983年に開通した仙台西道路に接続しており、ジャンクションとしても機能している。 仙台西道路経由が仙台駅や宮城県庁などの仙台市都心部に最もアクセスが良好なルートとなっている。仙台西道路が開通する前は広瀬川沿い片側1車線の国道48号、折立56、八幡田町周りでしか仙台市内へ向かう手段がなかったため東 IC の交通渋滞が深刻で仙台南 IC で降りて 国道286号を通る方が利便性が高かった。仙台西道路の開通により、仙台宮城 IC の利便性が向上したことで、仙台と東北地方各都市とを結ぶ高速バスの発達に影響を与えた。また、東 IC には、愛子バイパス、仙台北環状線、仙台村田線など、主要な道路が接続しており、現在、 仙台市内で重要なインターチェンジとなっている。東 IC と泉インターチェンジとの間に、東北自動車道、川口青森間の中間地点があり、340km ポストに案内標識が設置されている。1971年6月14日の設置箇所発表時には、東 IC は仙台北インターチェンジと名付けられていた。しかし、 設置箇所が当時の宮城郡宮城町であったため、地元からの陳情により1975年10月23日に仙台宮城インターチェンジと正式決定した。なお、宮城町は1987年仙台市に編入され、平成になって青バックの一部となったが、インターチェンジの名称はそのままになっている。同年11月27日仙台南 IC。 泉インターチェンジ間の共用開始に伴い、営業を開始した。旧宮城町と旧仙台市の間は、広瀬川に山が迫り道路を通しにくい地勢で、開通時には片側1車線でカーブの多い国道48号が仙台市都心部への唯一の到達手段であった。ところが宮城町では住宅地が盛んに作られて交通量が増加し、 開通前から折立八幡町間で4トルの渋滞が日常化していた。渋滞解消のため、青葉山丘陵にトンネルを掘って東 IC と仙台市街を直結する仙台西道路が開通した。1983年5月に仙台西道路の利用が2車線暫定で始まり、1987年に4車線の供用が始まった。 仙台西道路の開通前に1日2万3000台が通過していた国道48号の交通量は1万千台に減り、変わって仙台西道路が2万台を通し、渋滞の解消と所要時間の短縮が実現した。料金所、ありがとうございます。